三原城に来ていますよ。三原城の天守台はここドアからなんか変な感じですけど、ここから入るんですね。駅の中に案内がいっぱい出てます。で、これはもう後世直したものですけど、ちょっと石垣な感じで、今ね紅葉の時期なんで、すごい天気がいいです。ここはいわゆる天守台があってですね、さっきも話した通り、この新幹線のホームとか JR ホームが、まあそのお城の跡地を突き抜けている感じになりますので、例えばこの辺ですよね、まあ、ここの石垣自体は整備されている奥の方に少し前の石垣が残ってますね。あとは、元の石垣とかこの天守台に遺構がいくつか残ってますね。この大きな三原の町をですね見る際は、非常に遺構としてもう駅前城郭、駅前都城と大きな堀が残っています。おそらく今こうマンションとかね建物になっているんですけど、これだけの堀がね、これも今鯉が泳いでますけど整備されたものになります。これが天守があったと。この天守台は本当に大きいんですよ。前から言ってますけど、おそらく天守の広さというか大きさがどのぐらいなんでしょうね。ちょっと天守の写真っていうのは残ってないんですよね。江戸時代の末期まではなかった城なんで、それでちょっとこの辺の説明がいくつかあると。まあ小早川氏の城であると、まあ、主に小早川高景になった後ですね、さっき毛利両線と言いましたけど、実は小早川両線を統合した、当主、両小早川を当主になった、両小早川の当主になった小早川高景が居城とした城だということになりますね。まさに沼田の方もいいんですけども、やっぱり奥に引っ込んでるとか、竹原もまあ海沿いといえば海沿いなんですけど、実際の居城はもう少し山奥の方に館があったんで、まあ後に小早川水軍って言いますけど、まあ少しなんですかね、海城のイメージから少しまあ、船は置いてたでしょうけど、そしてここはもう完全に浮城と呼ばれているように、海の上に立っていたと。今の櫓の跡とかも前回も回ってるんで、まあ、そちらの動画も合わせて見ていただければと思います。これだけの大きさの部分に天守があったっていうのは相当大きいですよね。まあ、今起伏があるんですけども、周りの広さね、これ正確に、資料として、保存されているのが確か、あそこの資料館のところにあったら、まあ、実際の天守はね残ってないんで、江戸時代末期までなかったということなん で、これが今新幹線のホームを見ています。でよく下からね写真撮ってる方この辺を撮ってるんですが、まあ、駅のロータリーがあります。そしてこれだけの堀で囲まれていると。堀も何年か前にね整備されて今綺麗になってますから、でそこにですね滝じゃないんですけどモニュメントみたいなのがあって、今から行きますんでそれも合わせてねご覧ください。まあ、いかにこう天守台が広いかというところをちょっとお見せしたくて撮影しました。まあ、後にね新高山城とか向こうの方の今見えないんですけど、あちらにもね拠点があるんですが、あれは確か続日本百名城に選定されていると。あれは完全に山城ですよね。じゃこれで元のところへ戻ります。かなり広いということが分かったんじゃないでしょうかね。こちらで、まあ、公園風に整備されて歩きやすいですし、時間があれば三原駅の乗り換え時間にも見れてしまうという駅前都城三原城でした。